はい、皆さんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属2段の飛田咲です。今回も囲碁実況の方をやっていきたいと思うのですが、今回はですね、盤全体にも及ぶ大熱戦戦いになるんですけれども、特にね、布石なんかはとりわけ私は自分は今どういうことを考えてるっていうことをいつも以上に、分かりやすい説明をね、心がけて打ちました。ちょっと競り合いに関してはね、もう本当に自分も混乱したんですけども、その混乱してる部分も含めてね、楽しく見ていただけたらいいなというふうに思います。それではやっていきましょう。対戦開始。はい、待ちましてよろしくお願いいたします。今回黒番で打っていきたいと思います。今日はですね、1手20秒の碁になりますね。1手いつもはね15秒なんですけれども、5秒長くなるということで、結構早碁においてね、この5秒大きかったりします。今日2連星でいきたいと思います。黒番の2連星ですね。最近比較的よく見かけるような気がします。結構黒番2連星でおおらかにこう打っていくっていう碁も主流になりつつあるのかなと。もちろんこう小目に打つ碁も普通なんですけれども、こちら小目だったので一回これかかってコスミ受けに対して手を抜く方針でいこうと思ってます。三ですね、これを予想してます。で、こっちかこっちで多分押さえてこられる、こっちかなっていうのを予想してまして、でこれに多分伸びになると思うので、飛ぶか滑るかどうしようかなってところですよね。主張いいので飛びたいと思います。こうやって出て押さえて、こう切って切ってでこう抱えた時のこの主張が黒がいいのは条件になりますね。でそこに一回打つのもよく見る手で、ここで出切ろうってことなんですよね。こっち切りですね。これ切る方向を間違えると大事ですね。大変ですね。これこう取るとね、こう噛み取られてこれとこれが利かしになっちゃうの、黒はこれ継ぎたい。で白はここで挟みつけるのが筋です。これぜひ覚えていただきたいところ、出ると引っ張ろうってことですね。こう打ってここに打って白が、で黒これ当てを抑えられるのどうもね、先手で決められるの辛いということらしく曲げると、で白ここ手抜いて何かここ挟んでいくっていうのが定石ですよね。これもね一つの定石で、黒は一見こうね、こう2線すごい打たされて辛そうに見えるんですけど、一応実利取ってるということで、五分という分かれ評価になっているのかなというところで、私としてはこれ何か担いでいくか、こっち下辺打つか、どっちかかなってところなんですけど、下辺いきましょうかね。白ここ一箇所なんで、慌てて急いで何か消しに行くこともないかなっていう判断ですね。白はかけたりコスミつけたりして一目プレッシャーかけておくのも有力だし、手を抜いて右辺に打つのもあるかなと。ここを大事にしていってこう伸びたりするようなのも考えられるんですけど、一応肩つきとかで消しやすい部分だから、飛びとか打って大きくまとめていくっていうのはあるかもしれないですよね。悩んで、あとここら辺にこう肩ついていくようなのもあるし、下辺に打つのもあるしっていうところで、どう打とうかなということで悩まれているのかなといったところだったけど、黒もこの辺りでどう方針立てていくのかなっていうところはありますが、滑ってみましょうか。微妙かな、これかけかったかな、それともツケとかできますかね。こう来たら封じ込められちゃうけど、一応灰を決めてこう進めば隅生きるので、割と固く打ってるけど、そうですね、割とお相手の方はこれ跳ねたら挟みつける筋を用意して、次にこう突っ張られて分断されちゃうので、それはまずいだろうなということでツケかな。ツケの意図は、例えば羽とかになった後にぶつかってこう押さえ込んで、黒がこう打った時にこのツケがいるために両当たりの筋で白継がなきゃいけない形になるんですよね。でも跳ねる一手だとは思うんですけどね。跳ねに対して、今私こうぶつかるって言ったけど、これでいきなり今ぶつかると無視してこれ当たりとか打たれてこれ多分孤立するんで、これ伸びぐらいだと思うんですね。ここで白多分挟みつけとか、何かこう、あるいは飛びとかで打つんかな。ここでどう来られますかね。挟みつけるか飛ぶか、挟みつけですね。黒からの要するにぶつかってこうガチャンと打たれるのを回避した形ですよね。かつ地としても大きいので、そこはね打ってみたいところだと思います。悩ましいですね。これぐいぐい押していってもっと遠くまで飛ばす手も考えましたが、この手自体が打ちづらいかな。この辺からこう打っていって、ちょっとこの一目切りを狙うような筋もなくもないところなので、これちょっとこの曲げ気持ちいいんですけど打ちづらいなってことで保留してここに打って、これ受けぐらいじゃないですかね。
あ、はい、これはもうより大きくってことですね。こう受けたらさらにツケとか決められるんで、さらに大きくまとめていこうっていうところで多分いい手だと思いますが、まあしょうがない、これ引くかこうやるかのどっちかなんですけど、まあ、これにはこうやろうってことだと思うんですよね。まあ、気にも狙えてるしっていうお相手の方の主張ですね。かこうやるのかどっちかですかね。うん、まあそうでしょうね。まあここで黒はそうですね、どうするんかな。押したいんですけど、さすがにやりすぎかな、切られちゃう。曲げが効くので押しぐらいいけてもいけそうな気もするんだけどな。いや押しちゃう、グッと継ぐとか、むしろ。いやー次はしかしどうだったかな。いや押しを第一線に考えたかったですね。時間あったら考えました。これ曲げ結構いいとこなんで、あるいはまあこれぶつかる、付け伸び定石とか似てるからぶつかるのが筋だった可能性もあるんですよね。これこうきますかね。あーやっぱりね、いやそれちょっとね嫌だったんですよね。いやそれなんか嫌だなって思ってて、受けぐらいなんですかね。これ跳ねられると結構分断されるので、あ受けぐらいなんかな。これを決めてお相手の方は曲げようってことだと思います。これもなんか跳ねと一瞬ちょっと迷ったんですけどね。ただまた跳ね返された時に結局戻らなきゃいけない、この交換がプラスなのかどうか判断できなかった。こう来られた時に跳ねるのかな。ここら辺なんかちょっとやりたいんですけどね。でもそうですよね、この跳ね出しをちょっと今狙うのは大変なのかなってことで、まあ、今すぐここっていう感じもしないから、まあこうかな。こっからこういく手をちょっと強調しておきたいから、まだぶつかりを決めないで打ちたいなって思ってるんです。まあこれ跳ね返してくると思うんですけどね。でまた二段バネしようかなと思ってます。まあこれ切って伸びる手を相手の方は考えたいと思うんですけど、そうすると切りからこう跳ね出される手があるので、それをやっぱり嫌ですよね。だからこう打ったと思うんですけど、これはいい加減に継がないとまずいですよね。この厚みということにしておきましょう。これは、まあ、この厚みを生かして右辺を発展させていきたいというのが黒の狙いですね。この辺ちょっとごちゃごちゃやりたいけど、ちょっと遠い気がするんですよね。まあいい、このぶつかり地味にいいとこなんだけどな。ああまあでも、うん、そうさすがに手抜きますよね。来ましたね。これなんかこの辺ちょっと割ってって意地悪したくないですか。うん、割ろう。これ結構うるさいと思いますね。押したら伸びんのかな、飛ぶのかな。飛ぶとこれを用意されてる気がするんですよね。むしろこれを今決めるっていうのもなきにしもあらず、まあ伸びが普通ですかね。伸びて分断したいんですよね、このラインを。このラインを切り離してこれを攻め立てたいっていうことで、で曲げとかには飛んで覗いてるので継がなきゃいけないと思うんです。それでグッと抑え込んで分断できてるっていうのが私の主張なんですよね。これまあどんどん伸びるんですかね。伸びれば伸びるだけこの2目の価値が下がっていくという、そしてこの厚みとの距離が近すぎるので、いやなんかやっていったけど果たして良かったのかどうか微妙な気分になってきましたね。まあとはいえいいとこ迫ってるから、これもでもまあぐいぐい押されてちょっと気分良くないですね。あーまあこれはそうですね、まあ、覗きが効いてつける手もあるよっていう感じなんですけど、まあ、覗き今打っときますか。これ次になると思うんですけどね。コスミつけますか、それとも。まあそうですよね、まあ、黒はその気になればこうやれば分断できるけど、今すぐ分断していくとグイグイ出ていかれてこっちも痛むので、この辺でやめとくのかな。この交換は利かしなのかどうかっていう議論が生まれますけど、全然利かしじゃない気がしてきましたよね。詰めときますかね。これは2軒かな、3軒まで行ったら打ち込みたいんですけどね。これちょっと狙いっちゃ狙いなので、これが効いて覗きも効いて、これに対して下がるっていうのもでも変な話なんですよね。あーなるほどね、いや急所なんですよそれ。いや確かに曲げようかなとも思ったので、いやそうですよね、それいいとこですよね。
いや、さすがですね、お相手の方。いや、いい手ですね。まあ、これバックしとくぐらい。なんか渋滞してますね、この一段が。渋滞してます。石が近くに密集しすぎてる。石の効率が良くないなっていう気分ですね。これとこれの利かしがうまいな、うまい利かしされたな。これはもう打ち込みたいですね、何がともあれ。もう見向きもせずに。で、飛びに対してこっち頑張っていきたいですよね。ここの価値低いんで、これには付け引きとかでこう隅収まるような予定でいきたいなと思ってますね。で、ここまとめていきたい。こうですかね。滑り三々、その辺が候補。まあ、あるいは意外と下付けみたいな手もなくもないんですけど、どうかな。はい、まあ、それは一番自然ですね。こうやりたいんですけどね。これも抑えかなと思うんですけど、こうやるってありますかね。まあ、そんな相場ですよね。で、つないで、これも覚えとかれるといいですよね。こう打たれた時の付け引いて隅にここでこう一手手入れるのが重要で、まあ、割と比較的辛く収まるので、むしろこれ動いてくる可能性、あるいは打ち込みとかなんか右辺アプローチしてくる気がしますね。印結構でも多いので、地合いだと今はちょっと自信ないんですよね、私。まあ、動いてきましたね。まあ、私としてはこれ飛ぶ一手でここをまず逃がさなきゃいけないんですけど、これもちょっと狙っていきたい。この辺急所とかも空いているので、そういうところをちょっと、ただこの急所に対しては当て込みを先手で決めて割と形整えちゃう。ちょっと待って、でもそんなこと言ってる場合じゃない。すごい忙しいですね、あっちもこっちも。どうすんだろう。こすんかな、あるいはこっち頑張るか。あー、わかんない。いやー、わかんなかった。これ押してくんのかな、それともつけとかですかね。つけてさばいてくるかな。この2目も飲み込めそうだよって話なんですけどね。ただちょっとここで競り負けると私 G 全然ないのでまずいですよね。この勝負どころですよね。あー、 G を完全に稼ぐ方針ですね。いや、そうですよね。それちょっと嫌だったんですよね。これでもちょっとここら辺分断しとかないとちょっとな、まあ、滑ってくる。まあ、こうですね。まあ、結構辛く稼いでいきましたね。まあ、三々定石なんですけど、あれ、私この手こうやる予定だったのに抑えてる。自分で間違えてる。やば、これ切ってくるかな。いや、待ってよ、マジか。ちょっと待って、自分でミスってます。ちょっとどうしよう。この一段は一応跳ねれば部分的には死んでる形なんですけど、抑えて、まあ、こうかけ継ぐしかない。一発これを決めとくかな。いやー、待って、まずいよ。なんかただこの辺もちょっと忙しくなってるけど、この辺を引っ張り出しとか残ってるんで、これ引っ張り出されるの結構嫌ですね。曲げなきゃいけないけど、こうガチャンって差し込まれちゃう。ただこの辺の出切りとかも発生してますね。いやー、でもそれめっちゃ嫌なんですよね。いや、死ぬほど嫌でした、それ。マジで打たれたくなかった。まあ、これこうやってこうやって切りが狙いですね。結構強烈な狙いですね。これもなんかきついよってことを声を大にして言いたいけど、まあ、これ捨ててくる可能性も高くて、こうやってこっち切ってね、捨てられちゃうんですよね。あ、でもそれは一応まあ確かに取れるけど、まあ無難なラインです。ただまあこれを捨てる予定であることは間違いないですね、お相手の方が。まあ、取りに行くしかないですね。これ次だと思います。あ、曲げか。部分的には死んでるんですけど、
今いきなり刺しに行くのか。これ大事な局面すぎるんで考慮時間ですね。ここグズミ決めたいですね。ここにつける手があるので、これこっち生きてきたらこうつけていけるんじゃないかなっていう読みなんですよね。つけて跳ね出しにはこう頑張っていく、こうも上げてくると思うんですよね。これと攻め合うってことですかね。それはちょっと待って、それはちょっとどう詰めたらでもいいのかよく分かんなくて跳ねちゃったけど、多分ミスってますこれ。部分的に死んでるんですけど、どういう手順でいくのが一番手数が短いのかっていう話になってるんですよね。こことかになっちゃうかもしれなくて、しょうがないですね。これを決めていくのかっていう議題がちょっと生まれるんですけど、自分の見た目も詰まるからやめとくのかな。やっぱり放り込んで抜きで当てまで決めると結構団子にできるんですけど、自分のこの石の集団もここら辺すごいダメ詰まっちゃうんで、攻め合いに関してはマイナスですよね。だからやめたし、この石でも結構ガチ狙いしてますね、お相手の方。石を捨てる予定ではないっていうことですけど、結構手数だけで言えばそんなに余裕があるわけでもないのかな。ちょっと待って、これにこう来るってことかな。こう来てこう来てこう来て、ちょっと待って、マジでちょっとどうなってんだ。こう打ってきたらこうやって、攻め合いは一手勝ってる気がするんですよね。ただまあコウノコリみたいな感じになるかな。無条件っていう感じはしないんですよね。これ要石なんで取ってないとまずいんですけど、結構周り利かされちゃってるので、あ、そっか、これに対して継げば一手勝ってますけどね。だからまあ一応無条件で勝ってるけど、ちょっと結構詰まっちゃうっていうか攻め取りになっちゃうので、このラインを狙おうっていうことですかね。この石もちょっと狙っていくよってことを言いたい。まあこれ狙われてるんですけどねちょっとそっぽだったかな。この辺よく見たらこの手はこうやって連絡しといた方が良かったかもしれないですね。この辺急所すぎる、よく見たら。え、これはなんだ、なんかね結構早碁で難しいですよね、この碁も。そのツケは出て押さえて、こう出て押さえて切るみたいな攻撃ですけど、この出自体損なんで、押さえてこう打った時伸びてくる可能性はある。
ただすごいとこ手抜いてるから結構、これをめちゃくちゃ狙ってますね。まあ抑えんのかなこれ。竹譜にしようってことですね。そんな手あるのか。ここで竹譜でも突っ切りも相当すごいのですごいことになりますけどね。ここ突き抜けたらこっちも危ないけどこっちも危ないのでなんじゃこりゃっていう戦いになりつつありますね。まあ いやもう突き抜けるしかない気合上は。これこうきますかね。それ切ってくるかな。切りにはもうこいつがちゃんと引っ張ろうと思ってますし、跳ね出してきたら部分的に告げるので、どうなってんだろう。あそこつながりに来ましたね。まあお相手の方はこれはまああれですねきっと。あでもこの辺もちょっと弱くなってきてるし、まあ、一応でもこのラインを連絡させておきましょうか。このラインは押さえてきたらこう打って切りつなぎ A と B が見合いで、一応ちょっとまあつながりっぽいラインにはなってるんですけど、この辺分断された時に今でもダイレクトに攻撃きましたね。これもうこれ本気で狙おうっていう意味の手ですね。まあ、継ぎたいですね。ここ継がないと切られてこれ全滅する可能性があるので、まあ、次こう分断していこうってことですね。いやめちゃくちゃパワーありますね。よく見たらこのつけでこれ全部取れてる。つけてこうやっ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 て、いや際どいけど、ただまあこう来てここのラインを分断して、とにかくこれを相手の方は狙ってると思います。これ押したいですね。喉から手が出るほど。次羽が気持ちいいけど、気持ちいいとか言ってる場合じゃないんですよね。これ本気で今殺されかけてるので、ただ一応出て押さえて当てってこうなんかこの辺ちょっと目できそうな感じもするので、そんなにでしかも跳ね上げてるのでここと連携取れそうだし、そんな危なくないんじゃないかなと個人的には見てるんですけどね。あでもこっちもねやばいっていう話なんですよね。これは抑えたいんですよね。で切ってくる、どっちか切れるんですけど、まあいずれにしろつないでここを白バックしなきゃいけない。それが結構痛いはずなんですよね。え、あでも何それ先手で収まってんのこれ、もしかしてこう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 、わそうか、うわそれ先手か。あいた、本当はここでこう連絡できるから余裕と思ってたら全然余裕じゃない。これでもコスみたいですね。え、あーこれ手いるわ。なんてなんだ、1234って4手か。こう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 12345、際どいな。押さえ先手かな、押さえ先手だな。うわマジか、もう本当に電放り込んで12345123123123、え負けてない、まさかこの手ミスってました。こうやるしかない。12345当てにつないでおこうってことですよね。でぐずんで白がこう12345手対1234手、ギリギリいって勝ち、際ど、まあこれ継ぎたい、まあ置くってことですよね。いやでもこれ結構やらかしてますね私ね。めっちゃ忙しい。でもこのツケとかもいや狙えないのか。
待って、こうちょっと待って、本当にひどい今の。こうやってきて、こう出た時に奥手を用意されている。1、2、3、4、こうやんなきゃいけないですね、ここね。次出て押さえて放り込む手あるよっていうことなんですけど、継がれるので、はあ、何をやってんだこれ。死んだかな、じゃあ。死んだ、死んだっぽいですね。何やってんだろう本当に。これとかと攻め合うしかないですね。これひどすぎた、この出てこうやる手がね。ミスってます。とんでもない手を打っちゃったんで、一気に思想が現れてんの。これと攻め合うしかないけど、攻め合う厳しいのかな。伸びられちゃうんですよね、これとか取れないと。これ対これの攻め合いになりそうな雰囲気ですね。どうなんですかね、攻め合い。1、2、3、4、5 1、2、3、4、5、6、結構際どそう。この辺の見だめがどうなってんだっていう感じですけど、これ死んだら負けでしょうからね。それで連絡をされてしまいますか。いや、ここ連絡して、でもこれまず死ぬ、これ全滅すると負けか。そうか、これこっちやられちゃいますね。ここ完全連絡させてくれるかもしれないですね。うん、逃げられましたね。これが死んだから、これ死んだんでちょっとやばいですね。形勢ピンチですね。まあとりあえずここ連絡しとかないといけないので取っときますかね。これ取り切られちゃうので、そうなると形勢がやばい。この辺なんかちょっとやんなきゃいけないですね、きっと。普通にやってたんじゃもう勝てないですね。そこ行って戻されて、まあ、これ飛びで連絡できているので大したことないんですよね。これが1、2、3、4、5、6、まあ、なんかしないと負けですね。これ取られちゃったのはちょっと痛かったですね、かなり。ここも相当ダメージ与えられたらまだ分かんないんですけど、どうかな、これ。出て出てみたいな手がいい手ですかね。まあこう単に押して飛ぶみたいなのも考えられました。ちょっと読み切れなかったですね。なんかどなんかしなきゃっていうね。とにかくここで当てるか単でか抱えの3択ですか。抱えが冷静かもしれないですね。あー、やっぱそうなのか。それで微妙な気したんですよね。で次かな、飛びかなっていうとこですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、6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 7、58、59、60、61、62、63、
そうですね。曲げて、これは跳ねるかこうやるかのどっちかですね。跳ねには切って下こう這うような手がちょっとあるかなと思ってはいるんですけど、まあそうくるかもしれない。曲げには抑え込み、ちょっとうるさいのかもしれないんですけど、攻め合いにまたなるかもしれない。うん、まあ、それそうですね、それが一番良さそう。まあ、これは抑え込むしかないですね。こうやってこうやってつけるような手がちょっと狙いなんですけど、この辺に打たれ、こことかこうと、こことかに打たれて攻め合いなんですけど、攻め合いがなんか負け臭いのかな。ちょっと一手負けのような気がするんですよね、ここに打たれて。それは結構際どいですね。こうやって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 こうやる筋を見てここに飛ぶのがいい手なんじゃないかなと思いますね。こう打ってきた時に、あれ？ん？こう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 つけて、こう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 全部捨ててこれ狙う作戦でいきましょう。これはまた一悶着あるんじゃないかなという期待を込めて打っていきたいと思います。まあつなぎでつけが筋ですね。出たらダメですね。こうやられてこくわーって言ってダメ詰まっちゃうから、これはぐーっと行くんですけど、でこう出てこれをおとりにして、まあ抜きになるんですけど、下がってまあ切ってきますかね。これを狙ってるんですけどね、切ってくるかもしれない。あ、かけ継ぎでね。っていうか冷静にそれで別に渡られてるっていう話か。ここにね打つのがね手筋なんですよ。連絡する、これはすごい覚えておくと便利なんですけど、こう打ったら次にこう連絡できる。切りには下がれてここに入れないっていうのがミソですね。つないで伸びてっていう連絡の図を相手の方は想定されてるんですけど、ここあっさり連絡されるともう負けなので取りに行かなきゃいけない。つけて切ってきたら抜き先手で決めてこっち連絡する作戦です。このライン簡単につながらせちゃうともう負けなので、地合いがやっぱ取られてるのでね。なんじゃこりゃでございます。 It is はなんじゃこりゃでございます。なんだこれは。え、なにこれ。え、私って今、私考慮時間あと1回あるんですね。ん、なにこれ。当てると何なんですか。当てると、つないでつないで、当てるとつないでつないで切るで連絡できる。当てにこう来たら抜きに、つないだ時にこれが先手だから、え、当てたら何なんですかね。こうにしたらなんか伸びようっていうことだったのかなって気がするんですけど、ここにいるのでここで抜いて、ん、つないだ時にこう来た時に切ってつないでこうできると思うんですよね。これはこう打ちたい。で次に切りでつないでこう連絡した時に、白がこう当てにつないだ形がちょっと竹譜になってる。これがすごいいいとこにいてくれてるので切れたんじゃないかなって気がするんですけどね。これが取れてれば逆転の兆しに見えますけどね。ん？あ、まあこれは切りがいい手ですかね。切
切らなくてもいい説もあるんですけど、ただなんか全体の死活の問題が発生しそうなんで。でもこれ地合いどうなってんだろう。結構これ大きいので、これでも負けてる可能性もありますよね、数えたら。まあ、これで負けてたらもうしょうがないですよね。そこ最大に大きいですね。味も良くないので、黒が。それも大きかったですね。うっときたかったところではありましたね。この辺もちょっと決めといて、将来的な寄せの問題ですね。ここに一発切り込み入れると最後トントンの具合があってそこそこ大きいですが、まあでもその前にこっち決めとくのがかなり大きいですね。これまあこうなって抑えまで。それは確かに気持ち悪いんですよね、この石がね。味は悪くって、ほっとくと次当て、気持ち悪い。いつまで経ってもこの覗きにつける。覗きにつける、気持ち悪いな、これもうなんか聞かされすぎでひどいんですけどね。なんかでも打たないと厳しいですね。ちょっと辛いけど、まあ寄せ勝負ですけど、まあこれで負けてたらもう文句言えないよなっていう感じで得はしたとは思うんですけどね。それもいいとこですね。まあ下羽で連絡できているので、こう跳ね出してってどうなってるんですかね。跳ね出したら切るんですか。で覗くとこうですかね。でこれに竹符、あーそれがいい手か。で繋いだらこうやるから、まあそっか、じゃあ ここやっぱ別に何もないからこの辺打っとくぐらいですね。味悪いですもんね、そこ打っとくの正しいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、
っていうか今こんな変なとこ打ったけど切ったら何なんですか。切ってつないで竹歩っていう手が攻め取りになる超いい手。いやーこの手絶賛後悔。あー継がれる。あそこめっちゃ大きいし、あーもう本当にひどかった。絶賛後悔、後悔先に立たずでございます。切りたいですね。継ぐしかないと。あっていうか一回これやってこうやるのが正しかったかもしれないですね。まあ、じゃあいや攻め取りにでもなったらかなり得しますよこれ。こうつないでつないでこれ全部白手入れなきゃいけなくなると相当実利に手入れなきゃいけなくなるのでそれ結構つらいと思うんですよね。なのでこれはちょっとだいぶ得したかもしれません。次ぐらいだとは思うんですけど出てきて頑張るか。あー出てきて頑張りますか。出てこれ結構手長いのでね、それまたどういうか、まあ、遠いんですよね確かに黒も。2手。白は将来的に全部ここ全部埋めなきゃいけないですのでこの辺全部白打たなきゃいけないですね。結構小さくない得だったんじゃないかなと思います。あとでここ継ぐのはそこそこいい手になりますね。まあ、これは抜きぐらいだと思います。でこれ大きそうだし決めとこうかなと思ってるんですけど、割り込みがいい手ですかね。これは継がないといけないですね。これにはつないで取れてるんでここに白石来ると要注意ですね。両方助けるけど、まあ、当分ここに来る。あ今来た。これはだから受けなきゃいけないわけですね。まあ、ここつなぐ手は残ってますよと。あそんな手あったのか。一眼できるのか。えじゃあ攻め取りになんなくなっちゃうじゃん。はあすごいミスってる。そっか攻め取りの夢がついえた。白打たなくても良くなった。一眼できて。うわもうほんとひどいそれ。うわこれで負けにしたかもしれない。うわひどいな。ボンミスですね完全に。最近ミスが多いから申し訳ないです本当に。そっかそれはちょっとないな。うわこれでここに一眼できたんで目あり目なしになってしまったんですよね。白打たなくても良くなりましたね。でまあ出は大きいですねかなり。これよりも大きかったかもしれない下手したら。やっちゃったな本当に。顔から火が出そうですね。
下がれば将来1目追加、もうそろそろそういった手が出て切るような筋がすごい気をつけなきゃいけませんね。今んとこ大丈夫ですけど、これここ打っとかないといけませんね。あ、でもここで白の時間切れということになりましたので、地合いがちょっと良かったのかもしれないですね。地合いにちょっと分かんないです。ちょっと今から数えますので、また振り返りとともにお伝えできたらと思います。対局ありがとうございました。はい、というわけでこちら終局した場面になりますが、ちょっと計算をしてみたんですけれども、黒が込み入れても10目、近く差がついてリードしているなということで、やはりですね、ここを取れたのがかなり大きかったみたいですね。もともと白地だったところをぐっと荒らして取れているので、相当ここでなんとか得して逆転につなげられたのかなと思います。はい、というわけでね、ここが最終的に黒地になったというとこだったんですけれども、ここまでの相手の方の打ちぶりは本当に見事でしたね。これがもう見事に包囲されて取られてしまいました。この一打に関しては白の、すみません、この一打に関しては白が、例えば黒がどっか打った時にこういうふうに打ってもですね、一応部分的には黒が攻め合いいって勝っていますね。なのでこの白は無条件で取れていますが、この白無条件で取れているだけではこの地とこの地に対抗できないということで、実戦が勝負手でしたね。踏み込んでいきました。切る一手ですね。でここでこう打って、こう打った時にちょうどこれが待ち伏せしてぴったりつながってるよっていうのが主張なんですけれども、出てきた手がいい手でしたね。でこう出ていって、ここでこう打たれて実戦こう曲げが決まって、でここに下がったことにより実戦はここに打ちまして、実は手筋がなんとかね炸裂したっていうところだったんですけど、ちょうどこれが待ち伏せになっているんですよね。はい、ですが、白としてはこう当ててこうグッとやられない形にしとけばいいということで、例えばなんですけど、ここに打った手は筋なんですが、この手で次とかで打たれていたらば、同じような例えば展開になったとして、黒のこの手にはこう打ってつながることができるので、白1とかって打たれていたらちょっとダメだったんじゃないかなと、攻め合いにはなるんですけれども、これと攻め合うんですけど、ちょっとダメだったんじゃないかなっていうことで、ちょっとね、お相手の方が多分ほとんど勝てそうな碁だったとは思うんですけれども、それも本当に技決められてうまい碁だったと思うんですけれども、なんとかそんな中でもちょっと食らいついていった内容の碁となりました。最初から最後まで戦いずくめの碁でした。ご視聴いただきありがとうございました。